皆さんこんにちは。大阪医科薬科大学 LD センター言語聴覚士の水田恵と言います。今日は読み書きが苦手な子どもの理解と指導というテーマでお話をしていきたいと思います。今日の講義はまずはじめに一般的なひらがなの読み書きの発達についてお話しします。ここでは私たちが行っている読む書く活動がただ単に文字を音に変えたり形を思い出して書いたりする作業ではなく、聴覚言語の能力の一つとして発達することを大まかにお話しします。次に実際読むこと書くことのつまずきを起こす、その背景要因について、発達性読み書き障害と所持の障害についてお話をしていきます。そしてまた評価の紹介などもさせていただきます。3では実際の事例を通して、アセスメントの方法や指導法の紹介をしていきたいと思います。4番にまとめをして今日の講義を終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ところで皆さんはひらがなをどんなふうに読めるようになったか覚えていらっしゃいますか？今日は学校の先生もたくさんこの講義を聞いていただいていると思います。就学後1年生になるとまず初めに丁寧にひらがなを勉強していきますが、先生方ご覧いただいてて1年生でクラスに入ってきたお子さんたちはもうほとんど実際には入学時に多くの子どもたちがひらがなの読みを習得していると思います。ここに独自率の月齢発達、そしてひらがな習得の前提となる能力として 4,5 歳相当の日常会話の力、それと同等の語彙力、これらをベースにして同じ頃に音韻意識、音韻認識とも言いますが、この音韻意識の発達が見られます。まず読み書きを身につける前に遊びの中で 4,5 歳相当の日常会話の力と語彙力というふうに2つ目は書きましたが、これは1歳あたりで赤ちゃんが初めて言葉を話してから2歳で130語、3歳で1000語、個人差がとても大きい時期ではありますが、就学を迎える頃にはおおよそ3000語から1万語もの言葉を獲得している、かなり速いスピードで幼児期にたくさんの言葉を獲得して就学を迎えるということがわかります。この頃は、幼稚園保育所で遊びを中心にさまざまなレベルようになり、その音の数順番を認識したり操作したりできるようになるという力のことです。音韻意識を調べる方法にはいろいろありますが、最も簡単なものが音韻の分解になります。例えば音韻意識が十分育っていない場合、このリンゴの絵を見てこれ何というとリンゴと言えたとしても、じゃあこのリンゴの数、音の数だけこのマスを指で押さえてくれる、指さしてくれるという指示では、私たちはもうすでにひらがなを読めてしまっていますので、ここでちょっと皆さんに体験をしていただきたいと思います。ここに新しく文字を示しました。これからこの文字は何というか私が今から言いますので、皆さんまずこの文字、新しい文字が何々と読むよと言われた時、リンゴという意味がわかる、これをデコーディングと言いますが、今度はリンゴって書きたいな、自分でリンゴって書こうと思った時にはリンゴという音から文字形態の情報へとアクセスします。
これをエンコーディングと言います。この後鉛筆